私たちは死を人生の終わりではなく新たな旅の始まりと捉えています。それは本生の最終章としての卒業式であり、送る側と送られる側が生死の壁を越えた共通の認識を持つ最終のセレモニーなのです。そのためいわゆる葬式を旅立ち式と捉え、早々の儀は旅立ち人との出会いを通して互いの人生を振り返り、充実した人生の最終章を迎えたものを祝福し見送るものと考えています。私たちが生きている状態とは、肉体と魂が一体となり生命世界において循環している状態です。それに対して死ぬということは、肉体と魂が分かれ、肉体は生命世界の構成要素として三次元生態系の中に、魂はそれぞれにふさわしい二次元宇宙に帰っていくことです。ちょっとここでね、卒業式ね、葬式はね、それから祝福し見送るもの、めでたいこと、おめでとうみたいなもの、ね、それ先に来ようって言って羨んだりしてね。で、そして、最終的にはこの分離することによって元の、自分たちが来たところへ帰っていくっていうことですね、はい、我々はここにいて行っちゃうと思うんだけど、実はそれは戻っていく。このように捉えると、肉体は死を境に消滅してしまうわけではありません。人間や動物、植物といったような一つの生命としての一時的な姿が終わるに過ぎないのです。常に循環することにより命と命が連鎖し、一つらなりの命として表現され変化し続けるもの、それが三次元生命の姿なのです。これに対して三次元生命を生命として束ねているものが魂、霊性です。私たちは魂と肉体の分離を死と呼びますが、それは終わりであると同時に始まりでもあるのです。死によって肉体は生命としての循環の仕組みから解き放たれ、原子の単位となってこの世界へ散らばっていきます。一方、魂は新たな次元において次の旅の準備を始めるのです。この連命、命と命が連鎖し循環するっていうその仕組みと、それから終わると魂は次の次元において次の旅の準備を始める。そうすると、いや行かないでって死んじゃったものをね言ったり、行くものをいつまでも取り留めておくとか、あれもしかして植物人状態になってる人たちは魂はもしかしたら行ってるかもしれない、そういう異常なことが起きてるっていう。死生観という表現は、死を生の側からの視点で捉えた言葉であると言えます。しかし生死を超えた視点から死を捉えると、生死観という表現となり、生の奥に生を支える魂の世界が連々と続いていることが見えてきます。つまり私たちの本来の姿は魂、霊性であり、いわゆる死後の世界こそが本来の魂の居場所であることになるのです。私たちは生死を繰り返すことによって本来のあるべき立ち位置に目覚めていくのです。ですから死とはその学びの大切な節目なのです。しかし今の社会において死生観という概念は一人一人違うものです。
人それぞれが持っているその人の価値観によって生きることも死ぬこともその受け取り方が違ってくるわけですから、人の数ほどあることが当然なのです。そこで私たちの死生観に対する認識を共通のものとし、ファミリーとしての旅立ち式の様式に反映させたいと思っています。死後の世界っていうのが本当の場所なのか、この世界が本当の場所なのかっていうと、この世界っていうのは移ろいゆく世界なんですね。だから生まれた途端に年取っていくんですよ。で、生まれた途端に寿命は食い潰していって死に向かっているんです。で、姿形も変わりますし、考えも変われば社会自体も変わるんですよね。その中で翻弄されて溺れてしまっているのが、生きるっていうことの柱を一本、何の目的にということを柱を一本持ってると、いろんな変化に微動だにしない。今はその欲望の価値観に翻弄されている時代だから、この矛盾がこんなに発生しているということで、これは昔から宗教が説いてきたことなんですよ。お釈迦様が移ろいゆくものに心を奪われるなんていうのそこを言ってるんですけど、残念ながら後の人間はですね、宗教すら使ってその物とかお金とかそういう、それから組織とかっていうものにとらわれるようになってしまった。で、ここではそういった考えのもとに暮らしてる、ファミリーをが、共通点を持って死んでこうよと。そうすると、共通点を持って死ぬってことは、共通点を持って生きようよっていうことを、ここで呼びかけてる。そして、このようなさっき聞いていただきました裏側のアンケートの内容ですね。これも簡単に読み上げています。旅立ちアンケート、これ実際はこの間が空いてていっぱい書いているようです。このアンケートに署名することで遺書代わりになることを前提としてご記入をお願いします。アンケートの内容は尊重しますが、あくまでもファミリー全体の共通認識のもと、できる限りあなたの希望に沿うものとします。質問1、あなたが考える旅立ち式について書いてください。質問2、火葬後の遺骨の扱いについてあなたの希望を書いてください。質問3、旅立ち式後どのように旅立ち人を祭りたいかを書いてください。質問4、遺産について、ファミリー宣言に基づくことが希望ですが、特殊事情がある人は書いてください。質問5、参列者について特殊事情があれば書いてください。質問6、もしもあなたが意思表示不可能な状態で延命治療を必要とされる場面に出会った場合、それを望みますか。病気などの治療方法及び延命治療、臓器移植、検体については、私とこの花ファミリーの協議に基づき、その場の流れで対処することに同意します。これをもって私の遺書といたします。で、年月日名、福音も入って、最後ですね、このアンケートの内容は尊重しますが、あくまでもファミリー全体の共通認識のもと、できる限りあなたの希望に沿うものとします。若い人たちがやるのが就活、年寄りがやるのが就活、就活違い、就職するのか、もうその希望がないから最後をどうするかっていうこと、これは就活ですよね。ただ若い人もみんな書くんですよね。それはなぜかって言ったら、いつ死ぬか分かんないから。で、特に、不慮の事故とかそうなった時に意思表示はできませんので、この延命治療なんてのは、お年寄りが地方になってもできないんです。それで今日本中で医療現場に問題が起きてるんですね。ただその問題は、医療業界としては歓迎なんです。
今最もに、日本で治療が進んでいて金額が売り上げが上がっている医療は透析、はい、石投げるわけじゃないでこれはね延命治療ですから自然界ではないことをやってるんですけど命ってのが流れるだけが重要になってるからこういうことが起きてるんです。外国では珍しいことで日本が最も進んでるんですけど日本人は死に対する覚悟がないという国民であるということですけど本来ねちょっと前の戦争の時には大和魂とか言ってね文化に突っ込んでたんでしょ。ひどいのは銃剣持って戦車に向かって行ったんですからね、まあ、それはよくありませんけど命に対してものすごくこうなんというか覚悟がないっていうか本当は美しく生きてそして潔く散っていく。これは潔く散るっていうのはあんまり戦争のイメージがありますけどピンピンコロリンですよね、はい、それが大事だっていうことで旅立ち式っていうのは葬式のことです。ただ葬式っていうとどうも良くないので旅立ち式と出発式としたっていうことですね。で火葬後っていうのは、まあ、今の時代ねあそこにの木の下に埋めてくれとか野菜の畑に埋めてくれって言っても後からこんなん出てきたら困るから法律でね土葬は一応 NG なんですよね。ですから、まあ全て火葬にするとでそのコツをどうするかっていうことでまあ富士山に負けとかそれからうちの聖地である宮の下に負けとかそれから畑に負けっていう人もいますよ。でそれでみんなで食えとかね何だっけ蓮池に巻いて花を咲かせろとかねいろいろなことを言いますけどそれから海に巻いてくれっていう、ねはいまあ、これは希望で旅立ち式後どのように祀るかっていうのはこれは、まあ、亡くなった人がこういう人がいましたよっていう家を家っていうかそれをその死んだ後にもうなかったことにしようっていうわけにはいかないので歴史としてどうしていくのかって、まあ、あるところにモニュメントを作るとか家を作って飾っていくとかいろいろ出てきます。ここら辺については全体の共通点を見つけて共通のものにするということですね。で遺産は個々にはそれぞれ公的な遺産がありますのでこの遺産についてどういうことなのか、ファミリー宣言をしたときにこれはみんなのものになってるんですけど特殊事情っていうのは、まあ、この人との関係ではこうだっていうのがあれば書いてください。で、参列者葬式に対して参列者は一応そこにいる人たちでやりますけどこの人だけは絶対呼んでっていうのはちゃんと住所と電話番号を書いてくれないとわからない人にいて突然亡くなったら探さなきゃいけないは困るから書いておいてください。で突然その意思表示できない状態になる可能性があるわけです、まあ、こううちの場合はこういうことを書きますからその前に意思表示してるいいけどしてますからいいですけど地方になっちゃってからお母さんどうしたいのって言っても分かんないですよね。だから前もってこれをやっておくといい、うん、でまあ一応今のところ全員望みませんと言ってでもいざとなると分からんね、まあ、であとその治療方法ですね。今近代的で延命治療、臓器移植、検体などありますので本人の希望をこれは書いてくださいということで、まあ、遺書としてある。これは、まあ、この花 のこういう形を取ってるんですけど皆さんもね機会があったらやってそれで若いからまだいいわじゃなくて今の心境を書いてまた変わるからねそれこそ3年とかうちはまた5年は長いねっていうと3年に1回ずつ取り直そうでその取り直して、まあ、さらに意思表示できれば近くにまた聞くんですけどなるべく本人の意思に沿うということをやってます。そうするとねなんとなくねこういうことを自分で書いちゃうとあ私はこういうふうに生きるんだっていうその日々の生き方の指針ができるんですよね。だからまあ
これ一番いいのは厚生省庁にしておくのが一番いいんですけど、あのこれでも、本人の署名と捺印があれば一応有効ですから書くといいですね。最近はね、社会を発展させていくっていうよりも縮小して終わるっていう方が社会にそういうイメージがあるでしょ。まあ日本の国っていうか世界中が、まあアフリカを除いてかな、あの今人口は減少傾向にある。はいはい、ここからまあ今の世の中の情勢を見ていきます。そうですね、冒頭の部分が終わりまして、では2番目、それでは現代を生きる人々の死に対する意識の現状を見てみましょう。現代医療で伸びた寿命、現代医療の現場では最先端の医療技術により命は長らえることを前提に扱われています。その結果、先進国では寿命が伸びたために高齢社会を迎え、高齢で病院で死ぬ人が多くなっています。一方で医療の発達により寝たきり状態や植物状態で生きる人口も増え、終末医療における安楽死と高齢社会における様々な問題も増えています。これはあの年寄りがいっぱいな社会は良くないって話じゃないんです。年寄りは経験を積んでますし、そういう意味ではある意味、知恵の宝庫とも言えますよね。ところが知恵が、例えば最近時代だと若い、ま、お孫さんが自分はこんな生き方したいんだって言うと、あのおじいさんやおばあさんがそんなお前世の中に、あの生きていくのにまず金稼げとかなんとかっていうことがあったりして、世代間の、まあ、親子間でもそうですけど対立をすることがありますよね。でも明らかに若い人たちの概念は変わってきてるとしたならば、年を取った者たちがその英知、知恵をその与える、それがあの社会に貢献することであり恩恵を与える、それから、老いてる人生を豊かに表現することで、あ、こんな風に老いて終わっていきたいなっていう見本を見せるという意味では、あの年寄りは老っても豊かなんですね。ただ今はね、どうですか、まあ、当たり前に考えてもう6、7割、年を取ったら、地方になり介護施設に行って、そして命を長らえる、そして意思表示ができなくなったら終末医療の、終末医療じゃなくて、何だったっけ、延命治療のお世話になる、それで医療費だけが膨大になってる。意識は本人の意思がはっきりしていれば延命治療っていうのはしないんです。ではっきりしてないからこそそこに医療が便乗してるっていうことでもあるわけですから、やっぱり自分のことはそれでいい思いをするかったら本人は絶対いい思いはしてますよね。で周りは恐怖なんです、送る側として命を長らえないと何か言われるんじゃないかっていうことがあって、まあ今日本人の死に1位が癌ですね。癌って地味でください、品物を山のように抱えると病気になるそうで、これ時代が欲化でね、その欲を持つようになったから起きてる今の現代病ですよね。日本が世界でトップですよ、あのパーセント。それから心疾患、これは高血圧っていうのは、高血圧で死ぬことはありません。それから出る、合併症によって死ぬわけですけど、心疾患が 15.3% で、ここで面白いのが老衰が 8% って3位になったんです。その前は4位だったんです。これが上がってきたんですね。この老衰の捉え方がまた面白いから後でやります。で外国でもいろいろ様々で、日本のあのあれが特徴が今の現代一番表してますね。でこれすごいのはね、死因20代から40未満のね、自殺が一番多い。これが今の社会を象徴してます。日本ですよね、これ。日本。
で、40歳から90歳番ががん、まあこれですね。90歳以上が心疾患で、まあ、100歳いったらまあ何でもいいけど老衰だと。まあここら辺から老衰だよね。すべての死は心臓の、停止によって、死とされるわけで、脳が生きてても心臓が停止したら終わります。で、脳が機能しなくても心臓が動いてたら死にはならないので、だから、心疾患っていうのは老衰なんですよね。はい。現代の日本人の死生観を見てみましょう。死に関する意識調査をの結果をいくつか見てみます。で、1番目、死は怖いかという朝日新聞全国世論調査によりますと、 55% が怖い、 35% が怖くない、 10% はわからないという結果。まあ 65% がちょっとわからないか怖い、絶対死ぬのにね。この間うちの、ここで育った子がお子さんを3、4日前にしたんですけど、産婆さんのとこでしたんですけど、そこ行った途端にもう逃げられないからねって産婆さんが言われて、私やっぱりやめるわってことはできない。そりゃそうだよね。もうやめてるのは僕ですよ、止めてる。これ医者行って、これなんで出産しないんですかって言ったら、病気だからよ。病名なんですかって言ったら、男子妊娠症だって。女子妊娠症は出産するからへこむけど、男子妊娠症はほっとくとそのまま増えっぱなしだって。だから毎日こう見なさい、女の子だよって、うんこってこと。ちょっと面白い。大きい子を産まなきゃね。はい、どうぞ。はい、2番目、はい、理想の最期について、40代から70代の男女約800名へのアンケートです。1、ある日突然心筋梗塞などで死ぬ、要はぽっくり死っていうやつです。2番目、病気で多少寝込んでもいいから少しずつ死ぬか。まあ、ぽっくり死を望む人が多いっていうことです。で、選んだ理由、1番を選んだ人の回答ですけども、家族に迷惑をかけたくない、苦しみたくないから、寝たきりなら生きていても仕方がないから、などが上位を占めていました。で、2番目の方の理由ですね、死ぬ心づもりをしたいからという理由が分かります。どっちでしょう、なんとなくみんなネガティブだよね。本当に暗いね。だって明るく死ぬとか、積極的に死ぬとか、やっと来たと待っていたとかって。はい、はい、あ、ちなみにネイティブアメリカンのアメリカインディアンね、アメリカインディアンのこう有名な死生観のある一節があるんですけど、うん、今日は死ぬのにもってこいの日だ、詩もあるんですけどね。だから行くぞって言って、そう、じゃあね、みんな行くねっていう、そういう感じなんですけど、ずいぶん違いますよね。はい、では3番目のアンケートは若者にとったアンケートです。死後の世界について18歳から22歳の愛知県の大学生90名に。なんで愛知県なのか分かりません。はい、死後の世界はあると思うという人が 80% を占めていました。そして死んだらどうなるかというアンケートには多種多様な回答かつ曖昧な回答が多かったということです。死に関して語り合うことはなんとなくタブー視されています。近親の者が言うことを聞いてそう思っていたなど、確信の持てるものは何もない。死後の世界の存在を信じていない人でも形式的なお墓参りや葬儀はするなど、死に関して様々な捉え方があります。悲願とかお盆とかお墓参りとか仏壇にお参りするんだけど、あれって一体何なんだろうって厳密に考えていくと、そもそも仏壇が日本で、できたのは江戸時代のことなんです。で、もともとお釈迦様は何にも作るなと、ストゥーパっていう、もう円形の半分のものを置いて、その中に空を見ろと。
諸行無常だっていうことで、その形あるものにとらわれて、行くんじゃなくて、その生きるってことは捨てるために生きるんだ、ないというその心境、無の境地を持って有を生きるっていうことを言われたんだけど、今は全然違う世界になってるので、それはいろいろ混乱も起きるだろうっていうのはあれなんですけど、面白いのはね、この若者たちが意外と死後の世界があるって考えてる。で、意外とね、年の人たちはそれは分からないとかなんとかっていう意味でもないと言ってる人がいるかどうかは別としても、ここのことはあるというふうに言える人は少ないそうですね。はい。宗教の役割の終焉、本来の役割を果たさなくなった宗教、本来死生観を説くことにより人々の心を安定させ目覚めに導くはずの宗教が、都合のいいことを叶えるための御利益宗教になっています。宗教により人々はこの世の実情を探求するのではなく、救済や利益を求めるものとなり、宗教を利用するものによって扇動されているのが現状です。宗教のリーダー、お坊さんや藩主も含めは金銭を得たり、これ職業化ですね、組織を存続させることを優先し、今や道を説く者は少なくなっています。また世界的に宗教を見てみると、本来人々を目覚めさせ世界を平和へ導くはずの宗教が戦いのもととなり、人々は宗教の違いにより対立しています。イスラム教では死後の安楽を説き自爆テロを推奨しているような人々もいます。またイスラム教、キリスト教、ユダヤ教、世界三大宗教は一つの経典のもとに兄弟でありながら聖地の奪い合いで歴史的に戦い続けています。曖昧な死生観と形だけの宗教、アンケートによると特に若者たちは死後の世界の存在を信じているが、そこに明快な答えを出せるものがなく、さまざまな情報源に曖昧な死生観のままに生きています。曖昧ながらも、あるいは死後はないと言い切りながらも、常識的に形だけの葬式やお墓参りをする傾向にあるようです。結果、伝統的宗教は衰退し宗教観が薄れています。6500年ほど前に著名人による、メソポタミア文明というのが発祥しました。で、これが現代の文明の元です。ですから、有史っていうのは6500年からあるんです。歴史の記録があるのが。で、そのちょっと前に文字が発明されて、ちょうど6500年ぐらい前に中国で、紙が発明されて、人間たちは紙に記録してそれを経典として、それを正解として固定したわけです。で、3000年ちょっと前に、ユダヤ教が発生して、それ、今の宗教の歴史は約3000年ちょっとです。で、ちょうどここの今現代はこの一番下の変わり道になって、ここからここまでが宗教が発達したところですから、ここからこっちは宗教がもう終わって、何かっていうと、そういう固定した概念で、共通の宗教観を持つのではなくて、生きるっていうことは自分単独で個性で生きてるわけでしょ。そしたら自分と自然との対話、自分と星との対話、それから自分との人生との対話っていうのになる。ここからがちょうど庶民の目覚めっていう時代に入ってるんですね。ですから宗教は今人々にこの生きることの本当の意味を与えられる立場ではなくなっていることは確かなんです。特に日本なんかだと伝統宗教がどんどん
コスに対して若者たちが宗教離れしてるんですよ。でそこで代わりに何があるかっていうところが曖昧になってしまって、死後の世界は信じてるけど、じゃあ何信じていいのか、宗教観ではなくて、まあ、ある意味世界観ですよね。それをこれから人々が知らないと、もうずっと曖昧な社会ができてしまうということですけど、若い人たちにはね、すごい面白い発想をするような人たちが生まれてきてますね。どこだっけ、タリバンというところ、アフガニスタンの、ノーベル平和賞をもらったユフズフザイさん、マララ、マララ、彼10代でね、ノーベル平和賞をもらいましたし、今ちょうど香港の民主化運動をリーダーしても若い人たちでしょ。それからちょうど今地球温暖化やめようって言って、スウェーデンのなんか14歳ぐらいから学校行かないで、毎週金曜日に学校行かないで地球温暖化やめろって言ってる女の子がいて、それで今昨日だか一昨日、世界中で400万人の若者のデモがあった。これはね、新しい時代の到来ですね。やっぱり何かしら筋の通った信念を持つっていうことが大事で、そうするとこの前の時代の人たちってその社会情勢に飲み込まれて、それをまあ表現する立場でもあったんだけど、自分というもののしっかりした概念を持つ、安定した概念を持つってことがなかったと。だから今死を迎えるようになってもとても曖昧だから、自分の生きる死ぬを、生きるってことはこういうふうに生きて、死ぬ時にはこういう姿勢というのがはっきりしてないから延命治療が横行してる。はい、はい、この3番目ですね、はい、それでは生死のメカニズムについて紐解いてみましょう。生まれた者は皆必ず死を迎えますにもかかわらず、私たちは生まれて生きることや死ぬことの意味をよく考えずに曖昧とした意識で生きています。生まれること、死ぬことはどういうことなのか、生死を超えた魂の仕組みを知れば、人生をより充実した喜びあるものとして生き、喜びを持って死を迎えることができるはずです。喜びあるものとして生き、喜びを持って死を迎えるっていうのはどういうことなのかっていうと、自分の中に生きるってことはこういうことだね、そして死ぬってことはこういうことだねっていうことがあると、一人一人オリジナルな、あ、生きがいとか、それから未来に対する希望とか、それを終わる時の充実感っていうのはあるんですよ。でもいいことのようで尊いことを導いてもらってたと思ってた宗教とか、それからイデオロギーですよね、この、社会的価値観はなんか十把一からげにしてみんなを巻き込んで、それになんか翻弄されてる状態になってるよ。だからそれでは本当の自分に目覚めてないんです。大事なのは自分というものの人生をどう生きてどう終末を迎えるかっていう、そこに目覚めることによっていい人生だったねってね。例えばね、あ、いい宗教に入ったから幸せっていうのは、それはマインドコントロールです。あなたがどうだったかっていうことを見る時代が来たっていうことです。それを人々が目覚めれば、まあ例えば家族の在り方も、それから社会の在り方、政治の在り方も、本当にそこにいる人たちの、つまり意見がしっかりと反映された社会ができるはずです。それがないから、まずあれでしょ、選挙に行かないんだもん。行ったってね、頼まれたからとか、自分たちの組織の延長にあるからとか、そういうもう利害だけの社会ができてしまった。はい、もしもし、はい、魂と肉体の関係、生きている状態とは肉体と魂が一体となって生命世界において循環している状態です。そして死ぬと
肉体と魂が分かれます。生きているっていうのは肉体と魂が一つになって、肉体は生体じゃなくてこの生命世界に循環してるんですね。で死ぬと分かれて、魂はそれぞれの、つまり異次元宇宙だから、今こうやってこれは多様性の世界で、現象化の世界で、多次元が出会ってるところ。だから地獄を生きてるような、ほら借金地獄とかね、あと地獄っていうと例えば嫉妬に狂って、とか、それから例えば薬だとかなんとかに、依存症になってるとか、地獄でしょ。で、まあ、地獄って例えば戦争の現場なんか地獄でしょ。でも同じ場所に生きてるんです。で、すごい豊かで幸せに生きてる人も あれですね、この世界に生きてますし、すごい豊かって言ったって使い切れんようなね、世界に金持ちっていうと呆れるほどの金持ちがいるんですよね。世界にいろんな国がありますけど、一つの国より一人の人の富の方が多い人が今できちゃってるんですよね。それでお金というだけで生きてる人もいるわけです。これがこの世界の構造ですけど、死ぬと魂はその意識レベルの分類に入ります。だからピラミッドになってるんですね。まあ仮想になってる。あなたはここです。本当は自分はね、例えばなんかいっぱい寄付したからとか、慈善事業したからとか、環境運動をやったからって言って、平和運動をやったからって、きっと高いとこ行くぞって言ったら実は低かったというとか、何かと環境運動をやって人を攻撃してたとか、平和運動をやって対立してたとか、みんなあれ戦争はね、自分の側に正義がある、相手が間違ってる。向こうも同じですよ。そうすると平和を求めたはずなのに、つまり争いを作ってたっていうことで、そういうことがこの多次元、異次元宇宙、多次元宇宙に。それから肉体は、これは別に毎日私たちは生死を繰り返してるわけですよ。つまり今日ご飯食べましたね。で代わりに出したとか、おしっこしたとか、汗が出たとか、赤が落ちたとか、まあ年を取ることもそうですけど、今日の自分が死んで明日の自分が生まれる。それから、古い自分が自然に帰って、で新しい命が自分に入ってくるっていうことですから、もう瞬間瞬間生死を繰り返してる。これ生態系の中に入る。だ同じ状態でいるものはいないんです。人代謝してるね。そうです、そうです。でこれはね、移ろいゆくものじゃなくて循環するもので、変わらないもので、この循環システムは生命があるっていうことは循環ですから、変わらないものです。循環するってことは調和してる。役割は違うから、全部違うけれども、全部必要とされる世界です。でそこへ帰ってくだけ。生命の織物1、私たちは染床界から補充される生命力、天然循環イコール縦糸と自然界で循環する生命力、地水寒風空が作り出す自然循環イコール横糸の織物の中に生かされています。で図の方を見ていただいて、これ今ね、縦と横、この世界の縦糸っていうのは何かって時です。時はこう、どこにあるんですか。どこから発生してきますかね。つかみどころのないものでしょ。でも時の中にないものってないでしょ。時の失礼しました。で、実はこの現象界っていう現象を司っている世界は見える、見えますよね。で見える世界は形状で形で区別するんです。ですから女男、それから例えばこの中に
男の性質が入ってたら人生は男っぽく生きるんですよ。旦那をこうなんていうかお尻に敷いてとかで、逆に男の姿してても女の性質の人もいるんですよ。でそういうふうに、全てのものはその性質が形状になって現れる。人生とかその人の行動になって現れる形の世界と、その形を表す元の性質っていう、性質って見えないでしょ。見えないですね。僕は見えるんですよ。あの人ああいう顔してるけど中身男だよね、うん、で性質とありまして、その見えると見えないっていうものがセットになってこの世界ができてる現象界で、この現象界っていうものは現象の世界ですから、そうすると現象のない世界、この現象に現象を作るために供給する世界、つまりこれが現象界です。この時っていうのは全ての生命力のもとでこの世界が動くための源で、現象するものがのものの、何かエネルギーを全部供給する場所です。それが現象界で、その現象界から、現象界ってない世界ですから、ないところから現象界に出てくるもんだから、時ってどこから生まれるんやろ。まあもっと言えばね、人間ってなんで人間になったんやろう。どうして猿と人間の区別がどこから分かれたんやろう。これ元はね、ここから来るからです。分かりません。でも今現在この場所に現象界から、それをこの世界現象界を作ったり動かすエネルギーが湧いてきてるから、だからこの世界は常に動いてる。で、問題が起きると、それが寿命が来ると現象界ないところに帰っていって、またあるところに戻ってくるっていう仕組みになってるんです。これいつでもずっと宇宙はそうなんです。それがなくなってしまうのがブラックホールですね。全部一緒くたになって現象界に変えるっていう。でもう今回ですね、たまたま最新版はそれを型か、型、これ型、その現象界にある一番 最小のエネルギーというか最小太陽かというんです。でそれが他は、分離して定着すると、他が分離して定着するのが型、受属すると形っていう。で型の世界からその奥にあるのは型が何もない、ただまだそのエネルギーだけで、要は何にもない無、かが無の状態。この型とか無の状態が、なは質疑転換って行ったり来たりするっていう。だから型とか無が行ったり来たりする型か無なっていう、これが1万3000年前にこの東アジアで栄えた型か無な宇宙物理っていうんですけど、これについて、解説したもの、こんなちょっとぐらいで解説すると困るんですけど、これを出しました。まあちょっとかじってみてください。入門編ですから。でこれを今回、世界の、経済学者たちに送ったんです。このデータを、こういう考え方で見れば今の現象界だけ、それどころか見えない世界、見えない世界を無視した、見える世界だけでやってる科学物理の世界の先が見えてくるっていうことです。まあそんなことで、これも型かむなに、いくと、要はここから現象界から縦の流れ、これはエネルギーと同時に時の流れです。でそれに対して横の回転、地球ができるときに縦の時軸っていうのができたら、そしたらそこに集まってた、小惑星たちが、その全体が回転しだす、縦の磁場ができると横の回転が生まれるんです。ベーゴマが縦の軸ができてキュッと回転を与えると横に回るでしょう。これは地球もそうなんです。これは地球は鉱物ですから、これが物になってますけど、太陽系とか
銀河はこれが、空間になってますから、この一番回転の多いところで星が生まれる。で地球はこの一番回転の多いところで生命が生まれる、現象化する。全部この仕組み、縦と横、十字架ですけど、で、そういうふうにできてるっていうことをこれ言ってるんですけど、残念ながらこの物理はですね、世界の最先端の物理の先を行くものですけど、今の科学物理の人たちはそういう概念を持ってない。観測データができるものしか信じないっていうんです。天の川銀河はね、直径10万光年っていうんですけどね、で今観測できるのは百数十万光年、百数十億光年まで観測してます。だけどそれって誰が言って確認するんですか。天の川銀河なんてちっこいもんですけどね、あれ光の速度で言って10万年かかるんですよ。ちょっと行ってきてって帰ってきたら20万歳になってた。できないです。でも人間にはこれを観測して突き止める能力、それがこのカタカナ物理です。だから経済学者や物理学者に送るんです。はい。ほらもう一つですね。これ皆さんに直結しますよ。はい。生命の織物に、私たちは DNA の輪廻、縦糸と、これ縦糸ですよ。そうですね、始まりからね、生命の始まりからずっと続いてる縦糸です、と、魂の輪廻、横糸の織物の中に生きています。つまり魂はこの時軸の中で生まれては死ぬを繰り返していますね。この輪廻の中で今現在の自分の精神性を形成してきました。皆さんは今この赤い字にいるんです。で皆さんがここにいるってことは両親がいたわけでしょ。でさらに両親はその両親がいたわけでしょ。さらにその両親はその両親がいて、さらにその両親はその両親がいて、さらにその両親はって止めろっていう。でこれはずーっと言うとご先祖様ですね。ご先祖様はどこまで行くかっていうと、人間という霊的な種のもとへ行くんですが、地球で進化論から唱えると全ての生命の始まり、それは宇宙の始まりになります。ですからここで言うと人間で言うと先祖、種の始まりに戻っていく。で逆に自分は子供を作った、社会を形成した、そうすると次の時代にバトンタッチしていく。ずーっと言って、確かね、これを10回繰り返すと数が合わなくなるんだよね。一つに戻るはずなのに戻らない。なんだったっけ、まあいいや。でこれが未来へ行くと子孫がザーッと増えてってっていうけど、2060年に2008年に日本の人口は頂点を迎えて今減少傾向にありますね。世界も2060年で減少傾向にある。だからこういうふうにはならないんですよ。何かしら違うものが働いてるんです。それは環境というキャパがそれを許さないっていうことですよね。でまあ最終的にどうなるかは別としても、子孫、種が終わるということで、人間のこれ縦糸ですね。でここに何が伝承されてるかっていうと DNA、 一個ずつの細胞に、全てのその人間の情報が全部刻まれてる。これが今の生命科学の見解ですけど、どうもそうじゃないなと。自分の DNA じゃなくって、そもそもこの物質っていうのは A があって今日自分なわけでしょ。この細胞に寿命が来たらプロッと落ちて土に帰り、それがナスになったりトマトになったり、時には何だろう栗の木になったり、まあ鳥になることもあるでしょうし、そうやって宇宙の物質が変わりながら縁によってこう紡がれてるだけですから、そうするとこのその出会うたんびに DNA は情報を刻んで
増やしていくわけです。で、ここから次へまた情報を増やす。悪いのも持ってくるんだけどね。あの家のご先祖様の悪いもの、先祖の因縁がたたってとか、で、自分のが7代たたるとかっていうの。だから真っ当な DNA を渡さなあかんのですけど、大体物が欲で目いっぱいの頃に子供作っちゃうもんだから言っちゃうんですよね。綺麗な心で子供は作りましょう、聖なる子供を作りましょうって言うんだけど、ならない。まあそれ気づいた頃にはとても卒業してできやしないということ。で、この DNA の中にはですから、ずーっと言うと物質はなくなりません。変化するだけだから宇宙の始まりで、宇宙の終わりの情報がこれ回りますからね、刻まれてるっていうふうに見てる。だから我々がピッと気づいて、その情報で気づかなくても先祖の因縁は出てくるわけですよ。なんだか、なんで酒が好きなんだろうとか、なんでね、ちょっとこうなんか夜の街に行きたいんだろうかっていうのは先祖の因縁ですよ、これ。でそれ気づいて、あ、やめやめ、あのお父さんやじいさんの生き方やめって気づけば目覚めて、リセットすることができるけど、そのままにすると先祖の因縁だと。だからそれ目覚めなきゃいけない。さらに今度はこれは縦の、要は DNA の流れですね。で、これ縦ですよ。だから過去から未来。ただこれは今度は魂はこの肉体の因縁とは別で自分自身なんです。この時代の自分とこの時代の自分が続いて今の自分がいて、この時代どう生きたか、魂は次にここに来てここに来る。つまり自分自身の歴史があって、この生き方によってアメリカ人だったとかアフリカ人だったとか日本人だったとか、まあ、今度はロシア行ったとか、男だった女だったかもあるでしょうね。金持ちだった貧乏だったとか、どういう人生を生きるかはこのことによってカルマが増えていったりする。と、私の子供がかわいい、ご先祖様が大事って言うけど、ここのご先祖様とここの子供が可愛いって言うんだけど、前お前違うぞって、アフリカの生徒どうするんだ。え、昔お前あのネイティブアメリカで あそこでアバババって言ってやってた頃のご先祖様どうするんだよ。でそうやって考えると、全部が先祖であり全部が子孫一つだって。でこれ戻っていくと、これ魂の始まり魂の終わり、こういう縦と横です。十文字ね。キリスト教で十字を切るじゃないか、縦横って切りますね。まあ、ああいう意味が隠れてるんですけど、まあ、どこまでキリスト教の人たちがそれを理解してたかはちょっと微妙なところですね。もう1ページ、はい、これがまた2枚次のが続くので、ここで休憩に。ちょっと待って、じゃあ2枚行こう。これを先にやってから、うん、この世界に死はない。今ね、連綿と続いてるわけです。だからプロセスが終わっただけだから、そのプロセスを見てそこしか見えなければ死と見るんですけど、プロセスは始まりでもある。だからこの世界に死はない。はい、はい、1、生態系は命のバトンタッチ、生命は循環している。地球生態系では生命ネットワークが無限に循環しています。その中にある食物連鎖は小さく区切れば弱肉強食に見えますが、大きく捉えれば命のバトンタッチです。この世界の物質は形を変えながら縁によって紡がれ消滅することはないのです。ですから毎日私たちは命をいただき、そして世界に命を返しているのです、ということですね。食物連鎖とか弱肉強食っていうのは、この人がこの人を食ってるだけ、悪いやつだよこいつは、かわいそうにって言うんだけどね、この人がいないとこの人はね、この草を全部食っちゃってどんどん増えていくんだよね。と草食い尽くしちゃうんだよね。草食い尽くすのこれが悪いやつでしょ。で結果これがダメになる。だからこの人は
年を取ったとか生まれ過ぎたとか病気になったとか怪我をしたとかってそ生命力の弱いものを取れるようにこの人がいる。これこの人がそういう役割を俺がしてやるって言ったわけじゃなくて、この自然生態系というのをまあ司っている神がこういう存在を与えたの。この循環するため永遠に循環するんだから。これでも油虫食ってますけどね。そうすると天灯虫、七星天灯で天灯虫は液中、油虫は害虫って言うんですけどね。これそもそも油虫は何で出てくるかっていうと、まあ多くは窒素肥料が多すぎると、そうすると新芽のところから窒素が出るんですよ。とそれは匂うもんで、それってね、あの人間で言ったら糖尿病状態なんです。栄養型で弱いからアブラムシが淘汰するために現れている、まあ、神様のメッセンジャー、よくカミムシ、カメムシのことをカミムシって言うんですけど、それを人間は自分の都合で薬で殺すから生命力のないものを食べることになる。ちゃんと淘汰されて残ったものをいただくと生命力になる、うん、でということで、これ全部鳥が食べね、糞をしたら畑に落ち、それがまた作物になって循環システムでしょ。お互いに違う働きをするけどなくてはならんか。これが自然生態系であり循環で、それはこれ一個ずつに見えますけど全部一つの地球生命、我々も、まあ、地球上で最もそのことを無理解な状態になって害をもたらしている生き物がいますね。一種類だけ。何ですか？人間。これはガンって言うんです。ガーンと。はい、次。はい、この世界に死はない。肉体も魂も巡っている。人生とは三次元世界に生まれ知的な肉体を持って学ぶ期間。どこ読んでるの？この右下。もうこれは図なんで人事に説明してもらう。このね、我々は二層構造で生きてるんですよ。つまり見える世界と見えない世界で生きてるんですよ。でここを上がったり下がったりしてるんですね。この見えない魂の世界、魂の本住の場所っていうのは多層界になっていて、ですから多次元宇宙なんです。地獄生きるのは1次元2次元のところに落ちてくるんですよ。で、高い精神は4次元、普通の人は死ぬと4次元に行くんです。何かあったら形の世界から離れるだけ。そこじゃ性格悪いのもみんなそのままなんですけど、さらに優れていると5次元、6次元、7次元、8次元、9次元、10次元、まあ、22次元まであるっていう人がいるけど、説明するのめんどくさいからそのやめてたもんね。10次元ぐらいまでがだいたい銀河を使ったと。まあ、9次元、8次元ぐらい、9次元だと太陽系とか、8次元だと地球を司る魂って言われますけど、まあ時々会って話するってわけにいかないもんで感じてもいい。それに対してこれが私たちの現象界です。で、人生がスタートします。で、これ時軸ですから。で、人生がスタートすると地球が回転するように我々の人生も回転するんです。今日から明日、明日から明後日っていうふうに、これはね、同じ日が続いてるんじゃないんです。1年、2年って確実にこう螺旋運動して進んでる。これを見るとこうなってる。そう。で、これ今こんなね、2次元で表現しなきゃいけないからこんな風になっちゃうんですけど、実際は時軸はシュッと通ってそれを回転してるっていうふうに考えてます。で、まずここで、まあこれ地上ですからね。そうするとこれ下へ落ちてきた。人生がある。生きてる間、いろんな人生で死にましたね。そうすると死んでいる間にここのどこら辺に行くのか、高いとこ行ったらもう生まれてきませんね。そもそも銀河をお見えするなんて生まれてくる必要、たまに来ますけどね。それはそういう、まあ、深い真理を伝えるためのメッセンジャーとして、だからお釈迦様とかキリストとかそういう人たちは高い次元の人が
自分のために生きるんじゃなくて人類のために生まれてくるっていうことで役割としてきますけど、普通の人はまあ4次元からせいぜい5次元ぐらいでこうまた輪廻する。僕は勝手に想像するんですけど、今80年ですね、生きてる。大体この死んでる期間は200年ぐらいです。その間にプランを練って、また次のプラン、どんな親にしようかなとか、ねえ、この前は貧乏だったけど、それで偉い目こいたから、今度は思いっきり金持ちになろうと。でもこの前は金持ちで偉い目しちゃったなと。ね、金持ちだと苦労するんですよ、お金のことばっかり。もう解放されるために、ね、貧乏で生きていこうと、ね、いろいろプランを練ってこれ、それに先祖の因縁が重なって、この縦糸と横糸で生まれたり死んだり生まれたり死んだり、これを繰り返してるっていう構造が見てくれるということでありまして、ちょっと休憩します。さあ、生涯さあ。